はい、今日のコーデをご紹介いたします。はい、カーデですね。こちらは島村青木美沙子さんコラボです。バラのね、刺繍がね、とっても可愛いんです。髪がね、ちょっと長いんで隠れてしまうんですけど、可愛いですね、このバラの刺繍。それとリボンがついてまして、はい、こちらちょっとサイズ S サイズなので丈が短め、でも M サイズでもこんなもんでしたっけね。はい、ネックレスもこちらも美沙子さんと島村の、はい、コラボですね。はい、そして美沙子さんのシュシュ島村で購入したんですけれども、こちらもちょっとシュシュとしてではなく、こう袖につけてフリフリがね、すごい可愛いですよね。はい、スカートも島村、もう島村ばっかりなんですけど、はい、島村のスカートだんだんフリルです。可愛いですね。フリルがたくさんついてるんですけど、そんなにこう横にボリュームが出るような感じではないですね。丈は結構長いです。はい、ちなみにバッグも島村、今日はもう本当に島村です。全身、最近ずっと島村なんですけどね、全身ね。はい、こちらですね、また美沙子さんとニナスのコラボのバッグでいきます。これ結構気に入ってて可愛いです。巾着型なんですけどね、すごい可愛いです。はい、チャームはこちらマキさんのものです。これもね、ちょっと斜め掛けにしてこんな感じで持つと可愛いですね。はい、まあ、上下白っていうかアイボリーなんですけど、ちょっと黒をちょこっと入れてみました。はい、こんな感じです。はい、帰ってきました。島パッとしてきました。セール品ゲットしましたよ。はい、すごい安かったです。1210円でした。1点じゃなくないんですけどね。はい、3点買って1210円。はい、紹介していきたいと思います。はい、それではセール品ご紹介していきたいと思います。はい、もう冬物ですね。もう、はい、皆さん島パトされてる方多いと思うんですけれども、はい、私も行ってみました。安かったですね。はい、じゃーん、こちらです。はい、青木美沙子さんの、はい、マフラーファーティペットですね。こちらを購入してきました。はい、すごい安かったです。こちら、AM リボン型ティペット、はい、税込み1419円のところ330円でした。すごい安いですよね。これ私毎日今もつけて仕事に行ってるんですけど、こちらね、アイボリー白ですね。こちらを毎日つけて行ってます。こちらのベージュみたいな色なんですけど、ちょっと可愛い色味ですよね。クマさんみたい。これもちょっと気分を変えて、はい、仕事に行きたいときは気分を変えてっていうかね、まあ洗い替えとかも必要なので、いくつあってもいいかなと思って、ちょっとね、取れてた、またなんかちょっと不良品みたいになってる。ここね、ちょっとね、取れちゃったんで、後で直していきたいと思います。もう
意外とね弱いな。ここをちゃんとこう止めないとダメですね。後でまた縫っていきたいと思います。面倒だった。でも安いですからね。来年も使えるし。はいはい、続きましてセーターですね。ニットです。もこもこした可愛い感じの、あったかそうな、この毛がねすごいもこもこしてるモヘアみたいな。はい、こちらですね。ツーピンク。はい、ツーピンクコラボの商品。税込み1969円でしたが、はい、お値下げ品で550円でした。安いですね。ちょっと丈が短めで、はい、まあ袖なんかは普通なんですけど、すごいあのなんかラメっぽい感じが入ってまして、すごい可愛いんですよね。色味がそんなピンクピンクしてなくて派手な、可愛いと思います。ちょっとところどころね、まああのいろんな方が触るんで糸とか出ちゃってますけど、こういうのあの裏からこう引っ張ってあげると、はい、消えるので大丈夫です。はい、全然 OK。 可愛い、いい色ですよ。可愛いピンクです。なんかすごいあったかい、あったかい感じ、あったかい、あったかいと思います。これちょっと試着していきたいと思います。550円って結構安いですよね。はい、はい、続きましてスカートです。ブラウンのスカートを購入してきました。はい、こちらはですねネニさんのコラボ商品ですね。こちらはNENTPU スウェード SK M サイズ、税込み1969円でした。こちらがセール品で330円ですね。すごい安い。このスウェード調もいい感じじゃないですか。この可愛らしくてポケットがサイドについてます。ちょっとカジュアルな感じですね。前にスリットが入ってます。まあ、生地はねすごい薄いです。裏とかないんですよね。裏地とかはないんですけど、はい、前はすっきり、こちらボタンとファスナーで、はい、この辺いいですよね。たまに飾りでゴムなんで、あ、そうゴムなんですよ。後ろもゴムになってるんで、ここは外さなくても入るんじゃないかなと思いますけども、まあ一応ついてるんでね、外さないと壊れちゃったら大変なんでね。はい、すごいかわいい。このスカートを見つけてニットを後から買ったんですけど、まあ結構合いますね。合わせやすいですね。まあこのスウェードのこちらも白を今着てるこのアイボリーとかにも合わせやすいし、ニットともこの白に合わせやすいんで、すごい使えると思います。いいお買い物ですね。こんなに安くて。ちょっと試着していきたいと思います。はいはい、ピンクのニット着てみました。すごい可愛いです。だんだんフリルに合わせたんですけど、合いますね。丈がね結構短めなので、長い、はい、ボトムスとかパンツにも合わせやすいと思います。袖も結構長めですね。あったかいです。とってもあったかい。かわいい。チクチクはないですね。まあ、ちょっとインナーは着てるんですけど、チクチクはないです。はい。この辺もね、かわいい感じですよね。はい。じゃあちょっとスカートを合わせていきたいと思います。はい、スカートの方試着してみました。スウェード調。すごい上品でいい感じですね。ポケットも、まあ、入れないですけどね、何かを入れることはないですけど、深くて大きいポケット、まあちょっと薄手なんで、はい、でもそんなに思ったより響いてないかなと思うんですけど、ちょっとまあ丈が短めなんでニットがね、バランスはいいと思います。
割と深めのスリットが入ってますけど、そんな変ではないと思います。可愛いですね。ここにミサコさんのファーティペットを合わせてみます。ちょっとマスクします。ファーティペットがね、ちょっとね、このホックが壊れてるので直さなくてはいけませんね。これね、2回目ですね。このいつも仕事につけてってるファーティペットもお直し、手直ししてるんで、これも手直しだな。これ壊れてるとね、壊れやすいんですね。そうなのかな、壊れやすいのかな。はい、色味がね、いい感じですよ。このピンクと、あとスカートがちょっとブラウン系じゃないですか。すごい合ってる感じ。どうですか、可愛くないですか。もうちょっと季節春になるんであれですけど、はい、こういう、まあ、こういうのいいですね。あんまりブラウンとか似合わない色だと思ってるので、この顔付近にはあんまりブラウンは持ってこないんですけど、でもピンクがあるのでちょっと大丈夫かなと思って、はい、うん、とにかくね、可愛いですね。これはね、買って正解ですね。安いしね。今日はね、良かった。これで1210円でしたから、この3つで、はい。皆様も何か素敵なものゲットしてきてください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。今ですね、本格的なロリータ服を買おうかなとちょっと悩んでるんですけど、もう悩みすぎちゃって頭が痛いのなのって、そういうのってあるあるですよね。はい。